はい、皆さんこんにちは、ゴーキです、今日はですね、久しぶりに、商品レビュー紹介をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日ですね、ご紹介する商品はこちらになります。じゃん。はい、北星鉛筆さんというですね、ところが出しております大人の鉛筆という商品になります。で、実はですね、この、大人の鉛筆なんですけども、動画でですね、こう使い心地を試すためにいろいろこう使っておりました、最近ですね。で、使ってみた感想を今から申し上げますと、めちゃめちゃ使いやすいですね。これめちゃめちゃおすすめです。で、使いやすいですね、まあその理由っていうのがありまして、2つ今からご紹介します。まず1つ目はですね、これシャーペンのようなこう使用感といいますか、これですね、ここを押していただくとどんどんですね、こう芯が出ていって、あの見た目こうシャーペンのように使えるんですよね。まずはそのシャーペンのような使用感で使いやすいという点が1つで、2つ目なんですけども、2つ目はですね、この芯、はい、かなり太いと思うんですよね。はい、で以前ですね、私が違う動画でですね、おすすめのシャーペンということで、お見せしたシャーペンがこちらの国用のですね、シャーペンで、これはですね、かなり安いんですけども、180円ぐらいなんですけども、これがですね、シャーペンの芯、これで 1.3 ミリなんですよね。でこれよりもかなり太いということで、どういうことかというと、あの線が太い方がですね、非常にこう書きやすいんですよね。ボールペンとかもそうなんですけども、線が太く出せる方が書きやすいです。で、マジックなんかでですね、ちょっと見ていただければいいんですけども、マジックのマッキーってありますよね。こっちが細くてこっちが太いみたいな、太い方ですね、ちょっとあのイメージしていただきたいんですけども、これでですね、シュート書いていただくと、誰でもですね、まっすぐの線が書けると思うんですよね。でこれなんでかというと、線が太いので安定感があるんですよ。で安定感があるということは、まっすぐの線が描ける、まっすぐの線が描けるということは、字が上手になるっていうことなんですよね。なので、そういった理由でですね、すごく描きやすい、初心者の方とかはですね、特にこれをですね、ぜひ使っていただきたいなと思います。はい、でこれですね、値段はどのくらいするかというと、サイトによっても違いますけども、だいたいですね、650円前後が、平均ですね。で、これですね、まあ、この柄を私買いましたけども、他にもですね、いろいろあります。これですね、大人の鉛筆の、和流っていうですね、和柄のシリーズなんですけども、他にもですね、例えば市松模様だとか、他のですね、まあ、日本っぽいですね、ジャパニーズっぽいですね、まあ、絵柄がたくさんありまして、色とかもいろいろあります。はい、なのでちょっとですね、まあ、サイトを、ちょっと調べていただいて、ちょっと自分の好きなですね、好みのものをですね、探していただきたいなと思います。はい、で、私はですね、これと一緒に買ったもので、おすすめのものをですね、今からご紹介したいんですけども、この2つですね、これが非常に良かったですね。で、これ何かというと、こっちはですね、シャーペンの芯のセット、これ 6B のセットですね。でこちらはですね、この芯専用の削り器、これがあることですごくですね、こう使用感が増しますね。まずこちらから言いますとですね、こちらのですね、大人鉛筆を買った時点でもここ1本、入ってるんですけども、これはですね、 B が入ってます。でなぜこれ買ったかというと、これ 6B ですよね。 6B の方が濃ゆいんですけども、濃ゆい方がですね、筆圧があまり必要ないです。筆圧があまりいらずに濃ゆい線が描ける。でしかもですね、6B の方が、芯が柔らかいんですよね。なのでソフトタッチ感が増します。なのでその2つの理由でもっと書きやすくなるのがこの 6B ですね。はい、このセットとですね、この削り器です。この削り器でこれですね、単品で150円ほどで買いました。で中にはですね、これと一緒に入ってるものもあったんですけども、この絵柄と一緒に入ってるものがなかったんですよね。なのでこれちょっと別に買いました。でこれですね、開けていただくと、中身こんな感じになってまして、ちょっと見えますか、こんな感じ。はい、この黒い部分ですね、この削り器の黒い部分のちょうど真ん中にですね、このシャーペンの芯の先をですね、こう入れていただくんですよね。このくらい、このくらい伸ばした状態でここにですね、こう入れていく感じですね。はい、ちょうど今真ん中に刺さったんですけども、この状態でこの上ですね、ここの上
この部分をですね、くるくるこう回していきます。でそうするとここでですね、削れていってるんですよね、はい、でどうなったかというとこんな感じ、はい、でこの状態で書いていただくと非常にですね、書きやすいと思います。あとですね、ちょっと補足なんですけども、過去動画で、私の過去動画で、シャーペンで美文字っていうですね、動画を、アップしております。で、その中でですね、シャーペンをより書きやすくする方法を伝えてますので、よかったらですね、そちらの方法を、加えていただきまして、この大人の鉛筆を使っていただけたらなと思います。はい。これ非常にですね、書き心地抜群です。でちょっとこの後にですね、これで書いた、文字なんかをですね、書き心地なんかの動画をですね、ちょっとお見せしていきます。はい、いかがだったでしょうか。今日はですね、大人の鉛筆というですね、商品を、レビューしてきました。はい、私の動画ではですね、綺麗な字の書き方、それからですね、使いやすい商品のレビューなんかをですね、動画でお伝えしておりますので、ぜひですね、チャンネル登録をよろしくお願いします。